さあということでやってきましたのはこちら広島港でございます。ここまで広電の電車に乗ってやってきました。広島港に来るのは久しぶりですね。広島港は僕が広島に来た時はまだ宇品港って言ってたと思うんですよね。今はもう広島港っていう言い方になってて、ターミナルも綺麗になってるんですよね。まあ綺麗になってるって言ってももう20年経ってるみたいなんですけど、公園とかその辺も綺麗に整備されて、なんかいい空間になってますよね。で今回はここからね宮島へ行きたいんですよ。で宮島方面切符売り場、ここに切符売り場って書いてますね。ここじゃないかな。これか、宮島方面。料金は1900円ですね。この11番っていうのを乗船時に回収するっていうことでした。船はギリギリに来るっていうことみたいなんで、ちょっと時間あるからターミナル内をちょっと見てみましょうか。この辺は自動券売機ですね。二ノ島汽船、二ノ島とか切り口とか板島方面とかっていうのはもうこれで買うんでしょうね。お食事どころもありますね。この辺がまあ切符売り場、旅行サービスカウンターもあり、こっちはまあ売店やな。お弁当とかお土産、もみじまんじゅうも売ってますね。ここはカフェベーカリー、ここはうどんラーメンかな。よし、ちょっとじゃあ2階行ってみよう。2階はまあ飲食店かな。この辺は飲食店があります。大砲飯店かな、中国料理。こっちは喫茶店かな、喫茶アンカー。これはおガネーシュね、インド料理、カレーですね。これはあの他にも広島市内店がありますね、行ったことありますね。これはあ美容室か、そんなんもあるんですね。なんか展望台とかないんですかね。展望デッキとかあったらいいんだけどな。これ上上がれるようになってる。ちょっと行ってみようか。ここが3階ですね。屋上の開場時間、あ、行けるやん。お、これが展望デッキみたいになってるんですね。お、船も止まっております。ここにね、展望の説明もありますけど、この正面に見える富士山みたいなやつが秋の子富士ですね。二之島で行こうとしてる宮島はあっちですかね。あ、違うわ、こっちや、これや。これはもうあの本州ですね。こっちですね。これが宮島、味仙が見えております。3月になって気温も上がってきて、ここがいいですね。気持ちいいですね。で今回はですね、ここ広島港から高速艇に乗って宮島の方まで行きまして、で帰りは、宮島からまたフェリーに乗って宮島口まで行くっていう、今回ここ広島港から高速艇に乗って宮島まで行くわけなんですけども、この船って、どういう人が乗るのかなっていうのがね、ちょっと疑問というかわからないんですよね。というのは広島駅スタートとした時に、JR で宮島口まで行きまして、そこからフェリーに乗っていくっていうルートだと時間が54分、時間が600円なんですよ。でそれに対しまして、ここ広島港を経由で行くと時間が1時間23分、料金が2100円っていうことになるんですよね。だから普通は JR で宮島口まで行くっていう、そういうルートがまあ一般的なんで、
ここ広島港から船に乗っていく人がどれぐらいいるのかっていうところは、まあ、ちょっと実際に乗ってみて確認したいなというふうには思います。観光客の人とかが乗るのかなっていう気もするんですけど、この、まあ、広島港の周りって言ったら、まあ、ホテルで言えばプリンスホテルぐらいしかないんで、まあ、それもちょっと考えにくいかなっていうふうには思うんですけどね。ただ今回乗る高速艇はここ広島港を出てからプリンスホテルの前に立ち寄ってそれから宮島へ行くんで、プリンスホテルから乗る人は結構いるのかもしれないですよ。としたら宮島行きは6番乗り場なんで、もう行ってみようかな。宮島行き高速線、こっちか。6番乗り場、これは行ってええんかな。宮島行きはこっちに入るみたいですね。待合所は桟橋にもあるみたいですね。宮島行き乗る人結構いますね。なんか、はい、ナンバーカードです。これがプリンスホテルですね。プリンスホテルから乗る人も結構いらっしゃいますね。いや、予想以上に人多かったですね。多分これ満席ですよ。外国人観光客も多い。めっちゃ揺れる。壁になるよ。じゃあ宮島に着きました。
広島港行きはこんな感じですね。さあ、ほんじゃ飯でも食いに行きますか。